おはようございます。こんにちは、こんばんは。塾長です。9月10日金曜日は牛タンの日。2006年牛タン振興会が制定しました牛テン。テンってこれ違うんです。T-E-N ね。牛タン。もう相当に無理がある語呂合わせですね。まあ、牛タン広めていこうというような日で制定されたわけですね。牛タン皆さん何が好きですか？焼肉をするときに一番最初に頼まれるのは牛タンですか？ねえ、レモン絞ってね、いただくわけですよね。まあ、牛タンの焼肉も大変美味しいんですけど、個人的にはもう断然タンシチューですね。デミグラスソースでいただく牛タンシチュー本当に美味しいですね。なかなかね、贅沢なものなんで普段食べられないんですけどね。今日食べようかなというふうに思います。さあ、今日紹介するのはミルコクロコップの母の名言です。強くなりなさい、願いは自分で掴み取るものよ。ミルコクロコップというのは K1 の有名な選手ですね。最近 K1 なかなかゴールデンタイムでね、見ることができなくなって、久しくなりましたけれどもね、一時期ものすごく流行りましたよね。なんだ、マサトとかね、武蔵とかね、佐竹とかね、わかりますか？キックボクシングとか、空手、カンフー、拳法なんていうね、もうそう、K がつく格闘技、勝ち技の格闘技ですよね。である、まあその格闘技の K でもあったりとか、あとキングのね、王様のキングっていうのの、別に指差してもないや、キングの一文字を取ったりとか、まあそういったいろんな意味が K1 には込められてるわけですけど、そのナンバーワンを決めようという大会で、ミルコクロコップも優勝したり、してるわけなんですけど、まあ強いですよ。クロアチアのものすごく強い選手でね、ものすごく冷静で、割と細身なんですよ。で、まあそれなのにね、ものすごいキック繰り出すんですよ。新日本プロレスに永田裕二っていう選手がいましてね、敬礼する青いパンツ入ってる選手、黒も入ってるのかな。そう、第三世代って言われてるね、非常に人気なレスラーがいたんですけどね、試合始まってもうキック一発であっという間に失神させられましたからね。いやー、プロレスラーはこれまでかって、あの試合を見て本当に思いました。もうめちゃめちゃ強い選手の母です。いやー、どういう育て方したんでしょうねって、こういう育て方してるんですよね。願いは自分で掴み取るもので、そのためには強くならなければいけないわけですね。まあ、ミルコクロコップはその強くなるを本当にね、身体を強くするということで、まあ、鍛えてきたんだと。ね、世界一になるためにそういうふうに鍛えてきたんだと思うんですけれども、やっぱり何かを成し遂げるには、その分野に対して強くならなければいけないんだなっていうふうに思いますね。こういう一言をね、積み重ねて、私も強くなりたいなというふうに思いました。それでは今日はここまでにしたいと思います。皆さん、またね。